やっぱこのサイズ捕まえるとやっぱテンション上がるな。梅雨っぽくなってきたな、天気が。だから探索しやすいから今のうちにポイントっぽいところを見ていこうかなと思ってきたけど、まずはこの前行ったとこ、この前行ったとこの木をチェックしていこう。さあ見ていこう。なんかメスが樹液ほじってんね。ほじって吸ってますね。なるほどね。ここにもいる。見える。小さいオスがいますね。でちょっと気を揺らしただけでもその衝撃で上から落ちてくる。ノコギリクワガタだからめちゃめちゃ臆病なんですよね。ここほらノコギリクワガタ、ペアがさらに増えてるな。ここノコギリクワガタの、集結してるポイント、平田クワガタはいないですね。この公園は広いけどなんかやっぱり公園だけあってニレノキがありそうでないっていう感じかな。あとさ、なんか今の時期これこういうなんかこれ分かりにくいけど、今の時期ってこういう植物がよく河川敷に生えてるんですけど、これ稲みたいなやつ、稲っぽいやつ、これイネ科の植物で、今の時期これ花粉飛ばしてるからこういうとこに近づくと後でくしゃみがめっちゃ出るという、だから注意しないとやばいねもう早くもくしゃみ出てきた。でこの奥結構なんかニレ生えてんちゃう。これニレやんな。この奥に生えてんのニレですけど、そこにたどり着くまではこのジャングルをかき分けていかないといけないか。絶対まだにいるからな、こういうとこ。去年あった平田クワガタの河川敷ポイント、それとよく似たような感じの河川敷ですね、ここ。ただこの奥に行くのがまず普通の人には無理なんだよね。やぶこぎするかしてやっとたどり着ける。でまあやぶこぎしたとしてもこの中にあるポイントを探すだけでも何時間もかかるような。だからできればこういう端っこの方にあるニレの木で集まってるのを探したいというわけですね。もうそんなね、ヤブコギとかね、そこまで苦労したくないんで。ほんまにヤブコギリスク高いよな。見える？この時点でカナブンいるの見えるやん。カナブンいるからこの木は当たりやな。上にいるやろ。でもココアっぽいんだよね。ココアか。ココアもしくはノコギリクワガタのちょっと小さいバージョンかな。平田クワガタじゃないような気がする。あれはこれが気になるな。これがちょっと上すぎてね、上すぎるね。ゴマダラカミキリですね。ゴマダラ。おお、やっぱ夏やな。これ虫増えてきたな。おいい感じ。ゴマダラ、これも害虫としてめっちゃ嫌われてるんですけど、まあ子供にとっては結構ポピュラーなカミキリムシで、さらにこのでかいニレノキありましたね。ここはどうだ。結構でかいけど、でか、あーなんかいい感じ。ちょっといい感じのとこがあった。見て。でもこれいないってことはまだか。樹液出ないんかね。いい感じであるけどね。あ、いましたね。なんか奥の木にいましたね。あそこ、あでもここはかな。あれ見えるかな、これ。あなんかいますよね。
まあ、小さいのでコクワかなんかですね。いそうではあるけどね。なんか怪しい穴もあるしね。穴発見。穴発見。そしていました、クワガタ発見。しかし平田ではない。平田ではありませんでした。見えるか。いや平田か。あれは平田のようですね。撮ってみますね。あ、落ちた。くそ。落ちた。落ちた。落ちたった。マジかよ。プロやな。平田クワガタ発見しましたか。落としてしまいました。バカな。これもうかき分けとこ。次来た時取りやすいようにセットアップしとこ。ちょうどね、なんかここにいたんですよね、ここ。で多分このウロの樹液吸うのに集まってたやつでしょうかね。奥にもいますね。奥見える、ここ。ここにもいますけど、まあ小さいですね。ってことはここやっぱいるんだね。やっぱこういうとこいるよね。ああ取りやすいようにセットアップしておきますね。次回来た時に取れるように、次回のための考えて、ここセットアップしとこう。はい、結局ヤブコギみたいなことしてるからな、本末転倒やな。でもこういうとこ見てしまうとね、やらずにおれん。佐賀や。あ、いましたね。なんか見えるかな。見える。なんかいたぞ。ほら、これも中潜入していこうか。潜入調査。コクワガタか、あれは。コクワガタです。コクワガタでした。あ、平田いたぞ。引っかかってる、引っかかってる。見て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 。引っかかってるやん、草に。平田引っかかってるぞ。平田引っかかってる、ほら。引っかかってる。おっしゃ、ゲット取ったぞ、おい。引っかかってた答えゲット。これは結構なんか歴戦の猛者やな、こいつ。これもなんか先っぽが丸くなってるやん。これも2、3年生きてるやつやね。生き抜いてきた平田クワガタですね。2、3年バトルを繰り返して、この先っぽ、大顎の先端が摩耗したり折れたりしてる。ほら、ここも折れてるやん。これもすごいね。歴戦の猛者。2、3年生き抜いてきた割に、これ見て。ダニ全くついてませんね。健康そのもの。ちょうどいい大きさっすね、しかも。でかすぎず、大き、小さすぎず。河川敷ではこのサイズが多分一番適してるのかもしれない。あんまでかすぎるとね、カラスとかね、人間に狙われるんですよね。人間やカラスに狙われるから、あんまりでかすぎるのも良くないと。で、このちょうどいい大きさ、河川敷に生えている二連の木の隙間に入り込めるサイズで、これが生き残ってたよね。で、まあ捕まえようとしたらポロッと落ちたんですけど、ちょうど落ちたところがこういうなんかね、こういう藁みたいなのがあって絡まってた、こいつが。だから下に落ちずに捕まえることができました。やっぱこのサイズ捕まえるとやっぱテンション上がるな。去年のポイントダメになっちゃったんで、ちょっと河川敷やばいかなと思ったけど、探せばあるもんやな。というわけで、まあとりあえず平田クワガタに出会うことができました。うん、こいつには感謝しかねえな、ほんまに。捕まってくれてありがとうって感じや。捕まってくれてありがとうっす。ありがとうさん。というわけで、これは彼は逃がしてあげましょう。はい、元いる場所に戻っていった。この下もニレかな、これ。この下はニレじゃねえか。ニレか、あれ。ちょっと見てみましょうか。すげえ。あ、いるやん、いるやん。見える。平田クワガタいますね。普通に。
りあえずこれをこの穴の中に入れる。バトルが始まる可能性。すげえ、いいとこ見っけたね。やっぱ足で探すといいとこあるやん。ここにもあります。見てください。ここにも。これコクワですね。このニレノキマジ神やな。めっちゃいいとこやこれ。特にこの穴が一級ポイントなのかね。平田クワガタいたからね。ただビッグサイズはいないな、さすがに。そこまでビッグなのはいないか。まださっきのが一番でかいかな。でもこのエリアはちょっとこういうポイントがあるってことで期待できるような。激アツやん。ここ見て見て見て、ここも2レア2レ。しかもなんか良さげな巨木やぞこれ。あ、なんかいるけど隠れたな。ライトつけたら隠れちゃった。小さな平田ですね。お、メスが顔出した。あ、メス出てきた。平田のメスが出てきましたね。おい、嫁さん出てきたで。嫁さん、君の嫁さん出てきましたね。平田クワガタのメス。ここでペアリングになってるんですね。この穴で入れてあげよう、はい。なんで出てきたんですかね、このタイミングで。これ全部ニレの木ですね。ここいいっすね。やっとなんかそれっぽい場所を見っけた。歩いたわめっちゃ。まずは Google マップの航空写真で見てから目星をつけてそこに来て、で歩いてやっと発見って感じっすね。こういうとこよ。こういうとこがいいのよ。こういうとこでクワガタが育つんだよね。そして山の方へ飛んでいく。だから山で繁殖しているクワガタって実は結構少ないね。河川敷が結構重要なんだよね、という感じはするね。まあ、とりあえず気軽にチェックするという脱力系クワガタ探しスタイルの場合は、こういう公園、河川敷にある公園の真横にあるこの河川敷の森林エリアとの緩衝地帯を、その緩衝地帯にあるキワキワのとこに生えているニレの木、これはニレじゃないけどもうちょっと先にあるニレの木、それを探してポイントにしていくスタイルに今年は変えようかなと思ってます。というのも、河川敷の中まで入ってヤブコギしてこれ中入んのもうね、しんどいんですよ。しんどいっていうか危ないし、もう去年痛感したけど、もうマダニはおるわ、沼みたいになってる、底なし沼みたいになってるわ。でこうね、こう一見しただけでは、あ、ここをちょっと行ったら長靴履いて行ったらこう行けるやんって思うんやけど、実際こう行ったら地面の中どうなってるか分かんないんですよね。それが一番危ない。何か危険物が投棄されてたりするし、ちょっとねリスクは高い。そう、この木がそれか、平田のいた木か。やっぱりこういう上の方にはいないですね、平田クワガタって。やっぱこの根元の方のちょっとゴテゴテしてややこい場所にできてる木と木の隙間とか、木と木っていうか枝と枝が重なってるところの、その重なってる部分とか、結構ね、もう縦より横の方が好きみたいね。まあそれはそうか、楽やもんね、クワガタにとっても。縦より横の方が。見っけた見っけた、もうほら痕跡、カラスに食べられた跡ですね。こういうのもクワガタポイントの重要な目印になるんですよね。こういうとこがある、こういうの見っけたら、あの近くにクワガタのポイントがあるんやなっていうのが分かるよね。ニレノキとエノキってちょっと葉っぱ似すぎてて、見分けがね、遠目に見ても分かんにくいよね。こっちがエノキで、でこっちがニレノキ、これ分かるか。ちょっとね、この距離だと分かりにくいんですよね。
だからね、航空写真とか、例えば道路から河川敷見て、パッと見て、あ、これいそうな木やんって思うけど、この木は絶対いないからね。この木いってもタマムシやからね。タマムシしかいない。エノキは。エノキやったっけ？エノキか。で、ちょっとなんか、これもわかりにくいですよね。このちょっと黄色みがかってる葉っぱ。これは鬼ぐるみなんですけど、で、その横にあるのが、これがニレノキかな？え、これもエノキかな？ちょっともうね、エノキと鬼ぐるみと、ニレノキか。それがもう混在しててめちゃめちゃわかんにくい。だから実際にこの近くに行ってみないと、あんのかどうかわかりにくい。じゃあ、ノコギリクワガタいたとこもう一回見るか。はい。こいつまだ健在やな。このポイントはまあ、穴場やから。穴場やから誰にも取られず、残ってるって感じやね。ええ感じ。もうちょっとなんか正面から見てえな。あ、落ちてしまった。ゲー。